信ありがとうございました。うわーうわーさはい、どうも、さこまんです。本日、今ですね、これを撮っている段階で5月12日の20時27分。はい、最強戦があと12時間32分で始まるって今この段階なんですけど、現在もですね、ちょっと抑えが追加された後で、大忙しで育成やってるんですが、ほら見て、もうスペシャルミッション、スペシャルミッション追加されてからほら。もう2760試合やってる、まあ、こんぐらいまあお忙しでやってるんですが、はい、まあこの段階でですね、育成が、はい、まだ完了していない私なんですが、はい、この抑えが追加される前にですね、 TS1 弾の称号をね大量にやってたんですけど、それをね、あの抑えが追加される前に出せなかったんで、この週末出しますよっていうことで、お約束してた分ですね、お見せをしてですね、その後に、はい、まあ今現段階でね、まあ、ほぼほぼ完成してきた、はい、セリゴーダ、パリゴーダっていうところを、この後ですね、はい、その称号の動画の後にお見せしよう、はい、という動画でございます。その完成形ですね、ちょっとまあ、楽しみにしていただければと思うんですが、まずは称号の部分行ってみましょう。一旦行ってみましょうかね。うん、じゃあ星に1点狙い、はい、全力投球、まあね、あの星に1点狙い分かってると思うんですけど、 5.83%、 まあ星2がついてからね、まあ10枚じゃつかねえだろうっていうのもあるんですけど、まあこの早めについてしまったら、これはこれで動画の尺足りんのか問題が出てくるんですけど、うん、まあちょっと生放送とかでね、うん、狙い打ち結構引いてあったんで、A ランク自体はそれなりに在庫あります。で、追いガチャは必要ないかな、いやどうだろう、まあいいや行ってみよう。はい、さあ全力投球、もうね、極意書がないのよ、見て、もうほんと、もう経験値当該が憎たらしいですよ、もうほんとにね、星2、しか出ねえ、星2、いや、もう、請求自慢が2連続ってどういうことよ、やべえ、あっさり3枚なくなった、いや、うるせえな、マジで自慢。自慢しすぎなんだよ。星にすらついてないよ。35% の星にすら来ない。頼む、頼む。いや、うるせえな。うざっ。うぅ。死者来たらどうしようかと思った。うるせえ。マジで自慢しかしねえ。さすがに星にぐらいは早めにつこうよ。おぉ。粘りの投球。まあまあまあ。ここからですね、はい、いやめっちゃかかったな。 5.83% の土台に乗るのにまず7枚かかってるからね。はい、S でちょっと狙っていきましょうかね。はい、まあ、ちょっとストック経験値とか A ランク特訓とかいろいろできるんで、まあ、A ランクもまだまだあるんでね、うん、使っていくんですけど、まあ、最初はちょっと S ランクから使っておこうな。また自慢かよ。うっつー、子供につけたい強心臓。ストック経験値で、はい、A ランクマックスにしてまいりましたと、うん、いやマジで自慢多い。何これ、うっつー、マジでやばやば。そろそろ、ちなみに、5.83% でもそろそろついていいことですからね。いやー、星にこんな来ないことある？あ、リアだ、逆。逆来たー。やっと星に来たと思ったら逆来たー。星に、うるせーな、マジでよー。強心臓しつけー。はい、なんと、追いガチャになっちまいました。はい、18枚使い果たし。あっさり追いガチャになりました。ドーン、おお、ナイス S 出た。よし、これですぐ勝負だ。早速引いた S で19回目かな。いや課金じゃなくて、うっせえ、本格化2回目だし。はい、追いガチャしてね、ちょっと A ランク10枚集めてきました。はい、さあもうお願いしますよ。20回目締めですよ、締め。いやー、星に久々に来たと思ったら、うわー、くっそー、もう、いやー、ちょっと待て、これもう、やばい、コンプする道が見えてきた。いやー、自慢、自慢だけで何回来てるんだ、うち、自慢したがるね。いや、もう課金じゃないのよ、もう。何これもう、お願いしますよ。うずぇ、2回目の張り穴、ベクトルが逆なんじゃ。つれ、拷問だ。やっぱり星に1点狙いは
拷問以外の何もんでもない。うっぜ。頼む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 。まあ課金じゃねえっつうのもう本当に。いや課金じゃなくて、もうなんなんこれ。もういいよ。マジでラス1追いガチャ分ラス1です。どうかしちゃってます、どうかしちゃってますよこれ。はい、うわくそが、マジで圧倒的な9位が来ないだけいいかじゃねえんだよ。おーアイス来た、おーアイス2枚来た。はい、追いガチャして、はい、S ランク2枚と A ランク10枚引いてきました。じゃあ、S ランクから突っ込んでいきましょう。もう勘弁してください。地獄ですよ。頼む。うわぁ、もう。うっぜぇ、ベクトルは合ってる。やべぇ、ストック経験値も減ってきた。すんげぇ、さすがに。うわぁ、もう、3回目の圧倒的な請求。きつっ。課金じゃないのよ、もう。だから本格化も3回目だっつう。コナミさんにもう悪いこと二度と言わないんで、お願いします。お願いします。反省しております。つ。神様、仏様、コナミ様、お願いします。お願いします。もう、わーっと圧倒的な請求だけ4回ぐらいって。何これ。もう、お願いします。課金じゃねえっつうの、本当にもう。何これ星さんコンピストなんだよ。クソったるだ。もう自慢もするね。もう何回目かもうもはやわからない。ただストック経験値はあと2回。もうラスト2なんだ、ストック経験値的には。お願いだ。圧倒的な請求、ふざけんなよマジで。ラストストック経験値放出でございます。はい、いやこれこの後さすがに A ランク特訓しながらきついな。延長戦か？いやーここでついてくれれば全ては解決。これでうわっやべえ、あと圧倒的な9位でコンプだ。これはまずい。一旦まだ時間もあるし、ストック経験値を回復しよう。はい、時間変わりましてですね、はい、場所も変わりました。はい、大阪に移動してまいりましてですね、ちょっと、はい、お仕事で、はい、12時間以上が経過して、はい、5月の10日ですね、午前4時に、さすが経験値10倍ですね、A ランクマックス3体しかできませんでした。はい、でこれが、プラスですね、ストック経験値が18万ぐらいなんで、5体ぐらい多分ストック経験値で、マックスできるかなというところで、8体、うん、8体の、A ランクマックスで、全力投球狙うよってとこなんですけど、これ失敗したら A ランク特訓に入ります。地獄。頼ます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 。しつけ強心臓。いやーもう新幹線でランス調整してるんだからさ、結構金かかってるよ。頼むよ。全力。くっそ、また自慢。お願い、もうやめて、もうやめて、もう勘弁して、もう勘弁してください。いや課金じゃないのよ、うっぜ。はい、ちょっとね気分変えて、うん、A ランク特訓してきました。行こう行こうじゃないか。やれ行け。いやもう自慢しすぎ、本当に。なんでこんなに40何回も。何回目だこれ、何回目だっけこれ、46回目。うわーまたハリアナかよ、ふざけんなよマジでよ。もう何これ。うわーもう、うーもうちょっとやっぱもう疲れたから速経験値するわ。頼む、コナミさんお願いします、お願いします。うわーぜ、うるせえマジで、マジでうるせえ。やばいよ、ストック経験値もあと3回分だよもうこれ、うん、これ入れて4つよ。やば、もう無理だよマジで。うるせえマジで、うるせえマジで、ふざけんなよ。なんだマジで2連続張り穴って。あー呪われてるわ、呪われてるよ、完全に呪われてる。ぶね、圧倒的な9位も出てないけど、うっぜー。はい、
再び貯めた速計現地も枯れました。うわくそー、勘弁してくれ。マジでさっきガチャで引いたエースです。もうこれで、はい、もうすぐできるやつはもうどうにもならない。もう、もうあとここから追いガチャして A ランク特訓っていう相当な地獄。いや、きついわこれ。11時間に決まんねえかもしんない。10時間半だし、ここで決まってくれ。もうこれ以上追いガチャちょっときつい。時間がないんだ。むしろ時間がない。頼む。うーわ、ベクトルは合ってるわ。はい、追いガチャして野上10体引いてきたんですが、とりあえずちょっとね、もうめちゃめちゃ眠い、さすがに。でその過程で野上選手がですね、余分な分、まあ2体持ちするとしても残り2枚が消えました。この2枚だけチャレンジして一旦ちょっと寝て、ちょっと一睡眠とって起きてからやる。もうきついよ。もうとりあえずこの S2 枚で一旦、ちょっと睡眠時間取る。やべえ、時間ねえのに、寝てる場合じゃねえのに。まあでも2、3時間俺は寝たら復活するだろう。いける。行くぞ。行くぞ、全力投球。漢字4文字。来たよ。力尽きる寸前。いやー、極意書溜まってよかったじゃねえんだよ。ふざけやがってコナミが。マジでこのゲームどうかしてるよ。はい、ということで、野上のですね、はい、全力投球決まりましたっていうところで、まあパリーグとねセリーグのオーダー、はい、最終形のところを、ご紹介をしたいと思うんですけども、はい、まあこちらがねパリーグの投手オーダー、はい、で、こちらが、セリーグの、打者オーダーですね、はい、なんですけども、ね、称号がねところどころ荒いです、まだ、はい、で、野手の方も特殊がねできてないので、ちょっと難しい、このままでは難しいんで、ちょっと、全部やりきる、特殊もやりきって、死者もつけきってってやるんですけど、パリーグオーダーの方はですね、まあ、ここから変わる可能性があるとすると、セカンドとサードのところ、セカンドを、まあ、藤岡選手にしたり、サードを野村、勇気選手とかにすると、日ハムのね野村勇気選手とかにすると、ね、ちょっといろいろ特能コンボが伸びる可能性があるんで、ちょっとここはね試行錯誤しながらちょっと最終形決めたいと思うんですけど、まあ、基本線多分これで大丈夫だろうというところになってます。はい、一応最終確認をするために作ってあります、その辺も。まあ、これはちょっともしかしたら入れ替えるかも。で、あとはね、ちょっと称号全部整えたときに、このベンチの伊藤大美選手が、もしかしたらね、デフォルト請求型の選手に試合入れて、ってことになるかもしれない。というか、その可能性がちょっとある。そうですね、それでスピが30伸びるかなという感じがあるんですけど、まあ、最終的にですね、チームスピードは11万900ぐらいになるのかな、多分。11万900ぐらいになりそうだなと思ってますけど、はい。いや、900いかねえかな。まあ、800何本かもしれない。そんな感じかな。で、コンボは1万300ぐらいじゃねえかな。多分。で、セリーグの方、こちらが投手オーダーになっていますと。はい。で、投手オーダーの方はですね、ちょっと藤島選手に張り穴決めなきゃいけないとか、田口選手に張り穴決めなきゃいけないとかで、まだまだ、ちょっと結構時間かかるやんっていう話なんですけど。で、まあ、これはねパリーグもセリーグも同様なんですけど、球威型と制球型のコンボしか、出てません。はい。で、野手の方、こちらもですね、こちらは、はい、実はさっきパリーグのところで説明して損ねたんですけど、ミートパワー総力8人ずつの、コンボが、セリーグもパリーグも出てます。はい。で、それを出すのが今一番ベスト
になりそう、うん、なんですね。 A コンボとかは一旦除いてミートパワー総力、はい、8人8人8人で組むのが今のところベストになっていると。ただ、これ投手も打者も言えることなんですけど、13日の15時に、うん、選手追加があったらね総崩れする、可能性はあります。はい。で、こちらもねセリーグの方はノイジーにコンタクトヒッター決めなきゃいけなかったりとか、まあ、ちょっとまだ荒いんですよね、うん、でここのところですね、まあ、セリーグもパリーグも両方ともですね、まあ、仕上げていくのに、まあ、こうちょっとこう今日の深夜に生放送とかやってちょっと皆さんの前で仕上げられればなと思ってますっていうところなんですが、今、セリーグパリーグじゃあサゴマンどこで出んのよと、はい、話で言うとですね、ちょっと今のところですねパリーグの方が、うん、まあ、作りがいがあったというか、まあ、面白いオーダーになっていて、まあ、特能コンボも含めですね、うん、あの作り込みがいがあったので、まあ、正直こっちの方がですね、うん、まあ、他の方との差をつけやすいかなっていうのがあってパリーグで出ようかなと思ってます今のところ。はい。でまあ、あのパリーグでだからちょっと、うん、作り込む、最終的には一応あのセリーグも作り込むと思うんですけど、一旦パリーグで、出場のオーダーまで作り込むというところまで、生放送でお見せしようと思ってます。はい。ということで、はい、セリーグ、パリーグオーダーの紹介でした。はい。では生放送でお会いしましょう。ではさようなら。